とばっち、今週のテーマは食品ロスを減らそう。まだ食べられるのに捨てるなんてもったいない。まだ食べられるのにお茶碗一杯分の食べ物が毎日捨てられている。これが日本の食品ロスの現実です。県では食品ロスを減らすため、もったいない岩手食べきりキャンペーンを展開。もったいない岩手食べきり協力店として登録していただいた県内の飲食店や宿泊施設と協力し、食品ロスの削減に取り組んでいます。お話がございまして、社として推し進めているところでございます。お客様の方にこの趣旨をご理解いただいて、ご協力いただいているところでございます。で、また食べ残しの量を継続しながら食べきりできるメニューに変更したりもしております。このような取り組みによって食品ロスの削減に貢献できればと思っております。実は食品ロスのおよそ 45% は家庭から排出されています。食品ロスを減らすためには、冷蔵庫の在庫をチェックしたり、食べきれる分量で調理するなどを心がけることが大切です。そしてぜひ取り組んでいただきたいのが3010運動です。3010運動は食品ロスが発生しやすい宴会時の食べ残しを減らすための取り組みです。宴会開始後30分間は席について出された料理を味わいます。そして宴会終了前の10分間は再び席に戻り、出された料理を食べきるようにします。方針年会では3010運動に取り組み、食事は楽しく美味しく残さず食べるように心がけましょう。今年の5月から実施中の岩手三つ星エコマナーアクションでも食品ロスの削減に取り組んでいます。多くの皆さんに知っていただくため、エコロロのアイコンを使った活動も行っていますので、ぜひご協力ください。家庭や職場でできる一人一人の取り組みで食品ロスを減らしましょう。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。